何のために大学に行くか分かりません。今日はですね、なんと精神科医の和田秀樹先生とのコラボということなので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ひまひまわりさん、今時は何しに大学に行くのか意味がわからないです、うん、ということなんですけど、大学受験の指導をずっとされている先生に。そうですね、大学に行く意味っていうのが、多分本当におっしゃる通り、日本の大学って教えてくれる内容はあんまり良くない上に、うん、海外と日本ってすごく違っていて、大学以降の教育を高等教育って言うんですけど、初等中等教育っていうのは基本的に教え込み、大学に入ったらその教え込んだ内容を疑うだとか、そういうことをするのが大学教育、あるいは修士博士の教育なんですけど、日本の場合大学に入ってからも先生の言うことを聞いてないといけないってことが多いので、例えばその池上彰さんが何か言ったと、海外だったら中卒の人はそうだったのかという、高卒の人はそうだったのかという、でも大卒以上の人はそうとは限らんぞとか、他の可能性もあるじゃないかって、まあ、議論を吹っかけるんだけど、日本は中卒も高卒も大卒も院卒も博士もみんなそうだったんだ。だからそういう意味では大学ってそんな意味がないっちゃないんですが、ただ残念ながら世の中のシステムの中で、例えば大卒でないとなれない職業とか、はい、あとはどうしても医者になりたいんだったら医学部入んないといけないとかみたいに、例えばじゃあ女子アナになりたいとかって言ってもこれ以上の大学に行っとかないといけないとか、つまり夢を果たすための手段としてはしょうがないって部分もあるんですね、うん、つまりこの大学じゃなんか資格くれるわけじゃないし、この大学だったらやっぱりちょっと東京での就職難しいのみたいなのを大卒だけの肩書きを求めて入るっていうのはあんまり賢明じゃないかもしれないですね。この質問された方は大学に入ることが目的になってるんじゃないかなと思うんですよね、はい、だから大学って人生の中で言ったったの4年間に過ぎないわけだから、それは目的じゃなく単なる通過するところであり、うん、ある意味手段というか、うん、もっと言うと武器というかね、うん、ことなので、逆に言うと大学に行く意味ではなく、あなたその大学出た後にじゃあ何するんですか、です、ね、何したいんですか、うん、どう行きたいんですか、うん、っていうことが明確になっていれば、大学に行く必要があるかないかも明確になってくるし、どういう大学に行けばいいかっていうのも分かってくるので、うんうん、もっと将来のビジョンを探っていくというか、うん、その後に何したいんですかっていう、うん、どういう仕事したいんですか、どういうふうに行きたいんですかっていうことを考えていくっていうことをいいんじゃないかな、そうすると大学に行く意味っていうのがね、見えてくるかなと思いますね、うん、そうですね、うん、あの機会不平等っていう、斉藤孝夫さんってジャーナリストが書いた本があって、その機会不平等という本の中でね、ゆとり教育を推進してた三浦しもんという小説家ですねの先生が言った時に、いわゆる斉藤孝夫さんに対して、こんなゆとり教育なんかやったら、私はだから鉄くず屋の息子から早稲田に入って新聞記者になったけども、そういうチャンスがなくなるじゃないかっていうふうに言われた時に、三浦しもん氏が、君はだから大卒が偉くて鉄くず屋がダメで新聞記者が偉いっていう価値観だからそうなるんだみたいなことを言うんだけど、ところがそこに対して斉藤孝夫さんの反応がすごく優れていて、学歴がないと鉄くず屋しか選べないと、僕はちっちゃい頃から鉄くずでリアカー引いてたから、別に今の学歴でもいつでも鉄くず屋に戻れると、うん、でも新聞記者になりたい時に大学出てないとなれないだろうっていうふうに言ったので、つまり学歴っていうものがもちろんその後を見据えないといけないっていう先生の話すごく正しくて、うん、いわゆる例えばじゃあなんで東大がいいのって言った時に、東大出た時に選べる職業がそれだけ増えるわけですよ、うん、東大出てる方が外資に入りやすいであれ、役人にもなりやすいであれ、例えばじゃあ芸能人になる時でもちょっとでも知名度が上がりやすいとか、うん、そういうふうに東大なるものがブランド大学だとか、そこに入るのを目標にするっていうのはおっしゃる通り全然意味ないですよ、うんうん、だからそれ使って何するのってことを考えた時に面白い大学なんじゃないの、うん、っていうことは言えると思うんですよね。あと私が思うのはインプット期間なんですよね、うん、大学ってね、うん、私が大学に行ってよかったと思うのは、大学期間中に毎年200本映画館で映画を見て、1ヶ月に20冊以上本を読んでたんですね、うん、本代と映画代だけで1ヶ月5万円ぐらいを使ってたんですね、うん、でそれが今の本を書いてる全ての財産です、うん、だから大学でこれだけ映画見て本読んでインプットしていろんな体験を、うん、読書っていうのは一番簡単にいろんな体験をできる方法なんだけども、ね、これがないと全く今のような作家という部分というか、こう情報発信をね、うん、する素地っていうのが育たなかったの で、ね、そんなことができるのって人生の中で大学生の時しかないですよ、ね、あんまないですよね、だから仕事をついてからそれだけのインプットをするっていうのはほぼ不可能ですね、うん、ですね、うん、だから僕も一生の間で多分一番勉強した時期ってその留学中の3年間だと思うんだけど、うんうんうん、そういう
時期が1回でもあるとね、いろんな情報発信にしても何にしてもっていうのは大事だと思うんですよね。日本の大学はやっぱり残念なところも多いです。ただ暇をくれるっていう意味ではいいんだけど、最近出席取るような講義も含めていろいろなインプットですよね。だからね、そうです、友達と何かをするにしても、ただ飲んだくれてるだけじゃなくて、何かについてこう議論したりすると、それはそれなりまた有益になりますよね。おっしゃる通り、だからその有益性になるために、例えばその先生が上から下に教え込むみたいなことになりがちだったり、ディスカッションの機会がやっぱ海外の大学と比べて少ないだとかっていうことはやっぱちょっと残念なところで、僕が行ったところのね、本当に東京大学ってすごくいい大学で、その何がいいって、その例えば養老先生とかも、こんな解剖学あれこれ覚えるなんて意味ないとかって考え方で、その試験問題前もって教えてくれるんですよ。だからもうとにかく学校通ってなくてもいいような感じがあって、僕は自慢じゃないけど、その大学の医学部に上がった4年間、教養もそうなんだけども、この4年間で講義って5回しか出たことないだけど、そのおかげで僕は例えば映画を撮るにあたっても、映画の使い走り、衣装部だったんですけど、その使い走りの経験もできたし、あとやっぱり雑誌記者の経験がその時にできたんですね。僕このアウトプット本もすごくそう思ったんだけど、アウトプットのやり方って教えてもらわない、身につかないです。だから僕は文章書くの死ぬほど下手だったんだけど、当時週刊プレイボーイとかっていう雑誌とかで、やっぱり徹底的に分かりやすい文章を書けてって鍛えられたから、そこはやっぱり今でも感謝してますよね。だからその分かりやすく伝える能力って、多分日本の医者に一番欠けてる能力だと思ってるから、ね、だからそこはすごく役に立ったですよね。だからその大学にいるっていう時期にやっぱり何ができるかっていうことは考えた方がいいし、何のために大学に行くのかじゃなくて、この暇な時期に何ができるかを考えた方がいい。かわいそうなのはその就活に追われちゃうとかさ、優をたくさん取らないといい会社に入れないとかって思い込んで、そっちの本来大学生であるモラトリアムの時期にいろんなことができるのに、それがしないっていう人が気の毒な気がしますね。という形で参考にしてください。重要ですね。大学いろんなことができる、講義だけ受けるということではなくね、大学生活っていうことを全体に見た場合、インプットアウトプットの非常に重要な時間をたくさん取れるチャンスであるということですね。